ください。今日はアバシン27回目の収録です。打ち合わせナウです。はい、打ち合わせナウです。はい、今日はじゃんけんぽい。俺一番最初はグー、じゃんけんぽい。しょ、2番。俺、3番か。ちなみに台本がちょっと変わったの気づいた？あ、はい、なんか はい、皆様、お YouTube をご覧になっているラバ信者の皆様、こんばんはこれから、はい、ラバ信のラバーシーン収録、何て言うの収録映像、収録映像、はい、初の試みですので、はい、楽しんでもらえばと、はい、はい、楽しんでくださいという感じで、はい、ゆるいですからね、ゆるいですからね、はい、はい、行きましょう。いいですか？はい、ちょっと待ってくださいよ。はい、これで録音してます。ちっちゃいね。最近のあれすごいですね、時代はね。すごいよ、ちっちゃい。こんなんで撮れるんですね、うん、よそよそしい行くぜ。はい、27回目1月23日オンエア分いきます。はい、ラバシンのラバーシーン。皆さんこんばんは、ヒデです。ショウです。コンです。何かを頑張る皆さんを全力で応援するラバシンのラバーシーン、はい、はい、始まりました。始まりました。先週の報告があった通り、はい、今週からはこの3人で、はい、お届けします。はい、お願いします。ちょっとね、僕たちも寂しく思いながらラバーシーンの声がちょっと2人だけだから心もとないなと思いながら。そうだよね、そうだね、ショーです、コンですの後の間間とかもねちょっと気になるけども、一応あのなんていうの、ゲンがね、うん、言ってたところを開けてみたの、ちょっと、はい、あ、なるほどね、ね、リーダーの計らいというか、ちょっとやっぱりね、はい、こう感慨深いものがありますからね、はい、なのでまあ3人でやっていきますので、はい、主に、うん、コンが仕事が増えます。それは兄弟ですから背負うところは背負ってもらってね。やばいですね、喋ってもらいますよ。噛みそうだな、ちょっと大丈夫？大丈夫だと思います。はい、3人になってさらになおさらあのカメラも回してるからね、はい、あの、うん、ちょっとね、うん、ま、緊張してるというか様子がおかしいよ、ほらモズモズしてる。まだ携帯持つの早いし。ああ、そうか、まだいつでもスタンバイだし。そう、ラジオお聞きの皆さんね、これ YouTube でそう見れますから、いつでも見れるようにします。はい、はい、ぜひ、はい、なのでこれから YouTube の方もチェックしてもらえたら、うんうん、はい、いいかなと。 YouTube の方見た方が楽しいんじゃないですかね。あの全てが見れるじゃないですか、ね、こういう行動、こういうのとか。まあラジオ聞いた後に ね、 そうだね、もう一度ね、うん、そうだね、復習の意味も込めてね、うん、そうですね、じゃないですか、うん、はい、はい。こういう間がね、3人だとね生まれるわけですよ。頑張らないとね。だってね、台本でね、うん、曲に行くまで5分喋るって書いてんだよ。まだこれが時計なんですよ。今2分。やばい、あと3分。やばい。ちょっとどうした、みんな。ペース配分がおかしいぞ。何喋る？あ、最近寒くなりましたね。一気に。あ、一気に。一気に寒くなったじゃないですか。あ、ありがとう、当たり障りのない言葉。暖冬だったのかな？どこまではね。だってクリスマスとかめっちゃ暖かかったよ。暖かかった、ね、かった。でも初雪、先々週ぐらいになるかな、放送日から、うんうん、は初雪でしょ。ああ、ね、そうなんですね。で、今週はもう雪でねえ、はい、いやー、またあのこの前の鹿児島に引き続き僕大分に行ってきたんですけど、うんうん、大分はね結構まだちょっと暖かかった、やっぱり、あ、じゃあ東京の方が寒いんですね。そうだね、北にあるからね。そういうことか。そうです。ごめんね、なんか普段の会話みたいなことをこの電波に乗せちゃって。大丈夫です。
大丈夫、たわいもないことを話しましょう。まあこれがラバーシーンですからね。そうですね、寒いの嫌ですよね。やだ、あ、朝起きれないよね。あ、もうそれは間違いないよね。そう、そこが嫌だ。でもいいじゃん、3人一緒に住んでるからさ、あの、うん、誰かが起こしてくれるじゃん。いや、朝はそんなないっすよ、うん、もうそれぞれ時間違うんで。あ、そう、そう、うん、みんな基本的に、うん、油断しすぎ油断しすぎだから基本的に違うんで。そう、うん、今、まあ、もちろん稽古中はね、今ね、そうそうそう、稽古中はこうね、そうだね、みんなで起こしちゃう、ね、でも、コーンは結構早いんすよ。うん、そう、家出る1時間前ぐらいに起きる。早いですよ。なんかすごいじゃん、余裕持ちたいんですよ、ね、準備してゆっくりしたいみたいな。そうそう、女子か僕はできるだけ睡眠時間を取るから20分でいいんですよ。あ、早い。俺5分でいい。早い逆に5分で何できる。顔洗ってすぐ、顔洗いながら歯磨きしながら髪セットしながら。一回さ、だってさ、ショート相部屋になったことあったじゃん。あったね。俺結構ギリギリまで見せたでしょ、うんうん、大丈夫かなと思ったけど、うん、で、ショーより早く部屋出てたもん。早いんだよ。マジ、ちょっとちょっとね、すごいな。もういい、ここら辺で、ここら辺にしようか、たまにもないトークからね、曲聴いてもらおうか。はい、はい、ね、はい、僕たちのデビューシングル曲、はい、せーの、ドリーマー。ラバシンでドリーマー聴いていただきました。
何それ来たけど、なんか久しぶりに来ましたよ、はい、ブルブルの時間が時間ブルブルの時間じゃないだろう、メールの時間だろうメールの時間です、ね、そっちがメインになってやばい、どうぞ、はい、いきます、はいはい、ラジオネームラバ信者さんからです、はい、ありがとうございます、はい、こんばんは、こんばんは、皆さんが初めて買った CD って何ですか、うん、初めて買った曲って忘れられない思い出ですよね、確かに初めて買った CD、うん、何ですかね、うん、初めて買った CD はリップスライムさんの、うん、ラクエンベルもう一回ちゃんと言って、いきますよ、リップスライムさんのラケンベル、なかなかあれだね、最近じゃない割と、もう最近のイメージが、でもさっき調べたら2002年6月発売だったね、2002年で10ちょっと前、4年前、最近かなかなか最近か、何歳です今、27だから13歳13歳13歳ぐらい、中学生、中1ぐらい、それ自分のお金で買ったの、うん、最初で最後あ、もえし、マジでそう本当、そうなんだ、僕はすごい思い出に残って、そうだよね、なんで好きだったの、好きで、好きすぎて、あの母親の携帯勝手にあのダウンロードしてたんです、着メロじゃあお母さんの 着信楽園ベーベーなの、すみに昔話したかもしれないっすファンキーだね、楽園ベーベーってやつどこなんすかその今話題のスマップさんの胸騒ぎを頼むよ、胸騒ぎね、いやもう本当にスマップさんすごい好きなんで、いい、この今このタイムリーな話題が本当に胸騒ぎしてるから頼むよって感じなんですよ気持ち的になるほどね、本当にね、僕の小学校の時96年に発売されてる、多分これね僕の誕生日かなんかに自分で買ったんですよ、誕生日、思い出深いですね、昔ってテレビの音とかをカセットテープでこう録音してなかった、あーしてた、してた、あのテレビの前にガチャってやって、うん、お父さんにお父さんうるさいみたいなやってて、で胸騒ぎを頼むよ、ね、2個ボタン押すの一緒に、そうそう再生と録画をしてた、そうそうそう、懐かしい、でもこの音楽は絶対欲しいと思って買ったんだよね、それが胸騒ぎを頼む、二人一緒だね、で、その時に、あ、分かった、思い出した、誕生日に CD デッキ買ってもらったんだ、CD デッキをお姉ちゃんと一緒に、で、それを聴くために買ってもらって流してたんだ、ずっと、黒いやつ覚えてる、めっちゃでかいやつ俺、うちもでかかったわ、めっちゃでかい、懐かしいな、そうだそうだ、懐かしいですね、なんか、いや、スマップさんね、さっき調べたら、この僕が買った、なんだっけ、どんないいことの1年後に胸騒ぎを頼む、うん、ね、おー、ね、いやーね、スマップさんは本当にね今衝撃的なニュース、もう、うん、あの頑張ってほしいというか、うんうん、ね、一日一日こうなんかどうなってるみたいなね、変わってるから、そうそうそう、もしかしたらこれ放送してる時にどうにかなってるかもしれないですね、続いてほしいな、いやもちろん、もうそれは、ねね、間違いないですよ、ずっと見てたもんね、ずっと、本当にずっと見てる、真似するよね、絶対一回はね、うん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 、キムタクさんの服とかねちょっと見てね、かっこいいかっこいいよね、やっぱね、いやそうなんですよ、懐かしいね、はいはいまあそんな感じで、はい、よろしいでしょうか、よろしいんではないでしょうか、ね、はい、はい、僕たちの初めて買った CD でした、はい、CM 入ります、はい、